まず開講のご挨拶、まず1回目は開講のご挨拶なんで、皆さんこんにちはとか、皆さんよろしくお願いしますって私が言ったら、おっす、よろしくお願いしますって、道場ほど折り目正しくなくてもいいけど、フレンドリーな感じで3人でコンビネーションをやりましょう。おっす、ありがとうございます。ありがとうございます。ご挨拶して、ごめんね、稽古中にご無沙汰してますもう海士君だって覚えてる、傭兵のあそこでエレベーターとか出てたんですよ大きくなったか分からないってあの時は小さかったよな、サイズな傭兵ね、そうですね、ご無沙汰して。白井君も相変わらずでかいあくでさえいらっしゃるじゃないでもやっぱり海士君大きいんだよ、身長はやっぱ大きいですよね。大きいだってそのまんまにするもしくはダンってやってすでこのままズル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 、はい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 、こういうこうなんか使いをしてたとかって、その時にこっちがドラドラしないようにちょっとロックをかけると中に入って、ああはいはいはい、そういう決めが、なんていうか武道のこう流していくそのスピードと、その流していく長さだけ決めるみたいな、変な獲物を先にまあ押し当てる、そういうことですよね。そう、後で対戦する。そう、そう、そう、そういう打ち方。ああ、なるほど。単純に。それが水のように流す場合もありますし、重さとしてダムの放流みたいな。これちょっと面白いですね。面白いですよね。面白いですよ。だからこう見えないところを、その武道っていうのは多分やってて、外のこういう動きじゃなくて中で何をするかとか。そういうことをやっていったんでしょうね、なんだ、見た目は面白くないんですよね。合気もそういうことですよね。中をコントロールしたりとかするんでかかっちゃうって。いや、なんていうかな。いや、ちょっとこれごめんなさい、今ちょっとこれ、あ面白いですか。ドラマですね、映画で使えばよかったなるほど。ちょっと面白いですね。面白いですね。なるほどね。ちょっとまた新しい発想。面白いですね。面白いです、面白いです。面白い。うわ、なるほどね。リアルだとね、こういうとすごい迫力が出ますけど、こういうのをどう絵的に迫力を出すかっていうか、リアルすごい、そうですね、刃物を刃物として扱うみたいな、これで投げに入る、めっちゃ美味しい、へえ、やばい、隙はないのさ。失速しは隙はない。こっち端掛けるふりをしてる。こういうことしやる。法則には従わないと法則に逆らえないじゃないですか。でこういうことってあのいろいろな古来からね、いわゆる考え方の中から抽出しましたけど、こういうふうに沿った方が、これがこの一つ法則なんですよ。こういうふうにした方が必ず、例えばこれを上げるのは力がいますけど、下げるのは力を貸してくれる地球が。技っていうのは何もこうやってああやってああやってってばっかじゃないの。自然界の力、働いてる力をキャッチして、そうか、そういうことか、そうすればこの力は自分の力を呼び込めるなとか分かってくると、大きい力、不思議だなと思えるような力の中まで人って出せるんですね。ここもこういうようなことに表せられるようなね、こういう心がけをした方が法則に沿うような自分の心になりやすいですよっていうことです。本当はもっと学術的なことで言うと、伸長性収縮を起こすためので非制御運動、伸長性収縮とかもうわけわかんないっていう、もう今わかるじゃん、すごいね。おお、わお、なんでわお、はっきりわおって言った、 WAO って言ったよね、わお、
したみたいな。そうですか。よろしくお伝えください。こちらこそ。いやー、もう本当、ね、またお目にかかりたいです。今までで本当に一番いい誕生日だった。うわー、なんてお言葉。いやいや、本当にそんな、そんな本当に。この年して初めて。あ、でも皆さんもね、今年の中でいい旅。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。また楽しみにしてます。どうも。そう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 。そうそうそう。だから、ふっ、っていう感じ。そう。だから武道ってのは一貫してこうやっていくとね、俺なんかやってきたからそれ言えると思うけど、なんていうかな、よりどころがね、ちゃんと自分にあるから、確固たるものがあるから、ああ、うん、なくならない。ああ、そういうところね、クレバーなんだろうね、非常にね。ああ、うん、才能ですよ。ああ、重く思いすぎなくてもいいんだよ。ああ、今からちょっとずつ武道やりながらこう掴んできたなと思うことを膨らましてってくれれば、伝える方としても抜群に楽しいでしょ、それはね。うん、頑張ってよ。ああ、うん、ああ、波及する方程式みたいな、皆さんにお伝えして持って帰っていただくと、あ、それってそういう意味だったんですねっていうのを皆さん感じて帰ってください。またぜひ来たやつか、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またお会いするの楽しみにしてます。仕事が残るような役割と言ったらいいのかな。うん、みんな仕事って言って職業のことを指してしまうので、そういうことじゃなくて、我々がこれは やり遂げた仕事なんだっていう、青函トンネルじゃないけどね、俺らが掘ったトンネル工事なんだって言えるものをなんとか残したいなというふうに。これ夜素敵なんですよ、ねえ、すごい、ねえ、あそこでなんかやれないですかね、ウクレレの ねえ、これ夜なんかやったら素敵じゃないですか。言葉で表現していただいた。どうですね。やっぱそう、僕はそうだったな。感性ってすごいですね。すごい。分かってましたもんね。会話はしなくても、ちゃんとこう言葉にしなくても。やっぱりそうなんだ。改めて十何年ぶりに、やっぱりそうなんですね。やっぱりそうなんだ。よく言葉はいらないよとか言いますけど、本当だったってことですね。本当だったんです。必要だからと言葉にしていただきましたけど。今あのきちんとやるべきことというか、今やるんだなと思っていることを続けていったら、先に開けてくると思っているということで、ああ、いいこと聞きましたね、今日。よし、ご苦労様でした。もうそれで俺は今日は、この音楽でやってこれやってるんだけど、忘れちゃってるね、ね、憧れ。はい、行きましょう。どうぞ。ここかーい。ファイト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 。その全てを熱い方